シーズン序盤に話題になったティラシの現在がエグい WWW。セルディラシ、28。所属チームはブンデスのシュプットガルト。今シーズンは25試合に出場し、27ゴール2アシスト。シーズン序盤はラインよりも得点量産してた。シュプットガルトで約1試合1ゴール入れてる時点で超一流。序盤のペースで点決めてたら、ブンデス歴代最多得点更新してた。ラインの32ゴールで影薄いけど、25ゴールはエグくて草。ティラシの相棒ウンダグも17ゴール決めてるの厳しいって。ティラシの90分あたりのゴール数はラインより上。ネーションズリーグと怪我がなかったらラインよりも点取ってそう。レアークーゼンのせいでティラシの大活躍薄れてるの草。豆知識。ティラシが所属するシュプットガルトが29節を終えた時点でバイエルンと勝ち点63で並び、3位。これでティラシがスパーズを行ってプレミア優勝したらおもろすぎ。レアークーゼンもすごいんだけど、この戦力で3位にいるANS監督はもっと評価されるべき。レアークーゼンが無双してなかったらシュプットガルトが優勝してたかもしれない。バイエルンが例年に比べて不況ってわけでもないから今年のブンデスは盛り上がった。ちなみにライプチヒ時代のエルナーさん、34試合28ゴール8アシスト。シュプットガルトの伊藤浜地で別人。